牛に生かされてるってことをやっぱ常に思って、牛ファーストで仕事をすること、そして消費者の方あってだとも思ってますんで、それを忘れずに日々の仕事をするようには心がけてます。私で今3代目です。祖父が初めて北海道から牛を導入して、で、昔はよく家の庭先で乳牛か和牛かを、結構この辺ではそういう家が多かったみたい で、今のこの場所には、1986年に私の父がここに牛舎を建てたのが始まりで、なのでここでは私は2代目です。相当数は90頭で、経産牛が75、あと若牛が25と飼育しております。やっぱり一番大きくあったのは管理補助の面積がすごく増えました。収納した時は10ヘクぐらいだったのが、今は35ヘクまで、大きい補助ですと3丁4丁っていう補助がありますんで、表柵で、デントコーンを作って、裏でイタリアンライグラスを作っています。で、デントコーンが作れない場所もあって、そういうところはミレットですとかスーダンを作ってます。ほぼ 100% 自給です。今年から自分でも飼料稲を作ってみようと思って、なので、それがうまくいけば、全て自分のところで最終的には作りたいなというふうに思っています。父がやってきた自給飼料をメインにっていうスタイルは、私もそれを続けてきた中で、うちにはこの形が合ってる、本当に持続可能な経営の形だなっていうふうには感じています。循環型酪農ですよね。家族同然ですんで、牛があってこそって思ってます。本当牛に生かされてるんだなっていう、なので牛ファーストで仕事も従業員にも共有してですね、やっていってますので、私もいつかその牧師化っていうのもしてみたいなと思っていて、今いるスタッフが、私の思いに共感してくれて、一昨年から取り組み始めました。自分で作った生乳を一部加工したりして、やっぱり販売してみたいなっていう思いは持ってまして、 EC サイトですとか、あとはここでも販売してますし、あとはスーパーなんかの催事ですとか、そういうのに出店したりしてます。私たち経営者の最終目標といいますか、ゴールは後継者を育てることだとやっぱ思いますんで、それが息子娘であれば嬉しいんですけども、でもに限らず多くの人に酪農をしていただきたいなっていうふうに思います。